待ってさ、この犯人は女性を対象にした収集する等のなんすか一回 YouTube 止めてもらっていいですか。事件直前なんですか。おはようございます。はい、今日いきなりなんですけど、スタッフの方から持ち込み企画をやっていただこうかなと。持ち込み企画。持ち込み企画です。東海オンエアという YouTuber さんがやってらっしゃった企画なんですけど、ご自身の大食い力測定したくないですか。大食い力。大食い力です。大食い力って何。大食い力、なんかいっ、ごめん、俺下手だえ、大食い力知りたい今よくわかんない。はい、いいですよ、全然やりますよ。はい、まあ、具体的なルールとしては、シューマイを東海オンエアさんは1分間に1個食べてどれだけ食べれるのかっていうのをやってらっしゃって、で、あのその中メンバーの人で一番食べた人が45個、だいたい500か 600g ぐらい、うん、ただプロ大食いファイターさんはどれだけ食べれるのかという企画をちょっと個人的に気になって、はいはいはい、なんかちょっと YouTuber の感じで1分に1個ですか。1分に1個です。え、あの普通の1個ですよね。普通の1個です。普通のいわゆるシューマイで、あのレンチン的なやつですね。あ、ですですです。それをどれだけ食べ続けられるかってことですよね。そうです。10キロぐらいいけんじゃね。10キロぐらいいきます。いや違う、1万個ぐらい食えんじゃね。1万。いやあなた急になんかガサガサ照明とかやりだしたらと思ったらこういうことだったのただ1分2個だと僕さすがにちょっと長すぎるから、え、1個でしょ。1個です。もう5秒でいいと思う。あと5秒はやばい。2、いや長い、5秒は10秒長い。5秒長い。5秒に1個。5秒に1個。5秒に1個だから1分間に12個。10分で120個。1個何グラムしたっけ。1個大体10グラムぐらいです。じゃあ500個。500個。大体1時間ぐらいですね。1時間食べ続ける。食べ続ける。マジでやりますからね。マジでやるんですね。あなた言うても、あなた言うても、はい、私にそういう企画を振ったんですからね。はい、後悔させてやる。顔顔顔すごい顔いいあ、さあ、じゃあ準備していきます。お願いします。お願いします。あ、YouTube、 YouTube 見ててください。やっぱタック面白いわタックさん見てます。10皿ぐらいしくったらどうしようこれ5秒に1個ではなく1分に12で、多分喋ってる余裕ないと思うんですけど。わかりました。え、これ食べ終わったらもうこうやって待ってればいいんですか。そうですね。そしたらささっと帰ってくれるんですか。そうっす。ただ食べれるのは次の、1分後です。1分後ね。はい、よろしいですか。はい、はい、言うとこ、いただきます。はい、5、4、3、2、1、スタート。まだ40秒残ってます、はい、早い。高いのと冷めてるので全然違う。あ、全然違います。食べた感じが。なるべく温かいのでお願いします。温かい方ではい。あ、冷たい。冷たい。はい、完食。なりふり構わなかった。手でいきますかね。そうですね。はい、気にしてる暇ないんで。確かに。食べやすい。うめえ。なんかあの肉まんの中身食べてるみたいな感じ。あ、な、中のタレですか。すげえ贅沢な気持ちになります。めちゃくちゃうまい。おいしい。おいしい。普通に食べるとこんぐらいのペース。はい、でもこうなっちゃうと俺もちょこちょこ食べるの性に合わないもうガンガンいっちゃいますよ、ね、
らしいです。うまっ。あのマジでこ勝手に神企画ですよ。勝手に神企画、ありがとうございます。面白いし美味しいし、はい、これ絶妙です。この一皿で1分で結構たくさんほど食べれないと思いますけど、ひたすらにうまい。どこね、微妙にね、毎回ね、配列が違うんですよ。あ、配列が確かに、まあ、時間とか違うけど、ユーチューバーさんがやって面白い感じも、俺になると戦いになるんですね。ちょっと現場も若干ピリついてるんですよ。なんか雰囲気が、さっきの東海オンエアさんとちらっと拝見させたの違う。エンタメ感があまりないっていう、僕の場合完全にバトルになりました。結果こうなっちゃう。まさに氷をいただいてもよろしいですか。やっぱこんだけね、熱い冷たいで違うんですよね。うん、それトライしてみたんで、温度的にどうする。おぉー、神温度きたー。さすがワイズ、神温度きたこれ。もう全世界のシュウマイチャレンジやりたい方いらっしゃいましたら、ぜひともサムライイーティングの方にご一報いただけると、あ、シュウマイチャレンジ、俺なく最強の温度設定師 Y さんが若干ね、時間を追ってる感じがしなくなってきましたね。若干ちょっと追われ出してる気がします。あ、本当ですか。精神的なものかもしれないけど、これなんかもう若干乾燥できるのかみたいな、多分あれですよね、感じになってますよね、多分ね、その見え方的に。あと正直俺こんなにピリつくと思ってなかったです。ん、現場がこう間に合うようにと。多分あのゴリちゃんの頭の中の空気とはだいぶ変わってるっていう。コミカルさがない。コミカルさガチだった。俺に、ね、余裕がないからなんですよ、ごめんなさい。いい、全然全然、この音声も面白いです。まさかのガチになる。まさかのガチ。どうします、これ見てマットストーニーが真似したら。1000万人超えたマットストーニーがですか、チャンネル登録者。真似するかもしれない、してくれるかもしれない。いや、ちょっとね、この辺で余裕見せとかでいけないから、逆にもあえて30秒ぐらい待つよ俺。マジっすか。待っちゃいますもん。はぁ、もういや、やだ。聞こえた。まあ、15秒あるね。まだまだです。 S3 です。すごいっすね。この辺から見てる方はエンタメ要素が出てきたんですよね。ぬーんぬーん、もうほんとワイさんもう無理。もう結構ギリギリやん。そうだ、もうあと10秒しかないです。だんだんマックスさん VS Y さんになってるんじゃないですか。いや、別にそんな無理に食べなくていいです、本当に。出さないですから、無理は。ですって。僕だけじゃなくて、キャメラマンさんですとかプロデューサーさんですとか、みんな侍なんじゃないかと。まあ最初の大食い侍はこんな感じとして、ここから真打ちの侍ゴリラとおしゃれ侍にバトンを渡したいと思います。ここからは裏方に回りたいと思います。あ、
はい、それでは間もなく現場にゴリさんとワイさん入ります。よろしくお願いします。この方、これ飲み物とか用意しなきゃいけないから。あ、すいません、はい、はい、飲み物用意します。おしぼり置きます。割り箸をセンター寄りに置きます。間もなく入ります。同じ本番の練習しとこ、本番っていう。はい、本番いきます。これでいこう。よし、はい、ゴリさん、ワイさん入ります。はい、現場ね、現場みんな意識高くいこうね、意識高く。はい、行きましょう。ゴリちゃん、今途中見て切れてるけど、あれ切れてる。カメラマン、ちょっとカメラマン、はい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 、かしました。カメラ、右に動いてください。右に、あれ言うこと聞いてくれないな。あれ、右に。はい、じゃあ、はい、行きます。はい、これより、ワイさん&ゴリちゃん2人1組で1分よっ。一皿、まあ5秒に1個です ね、チャレンジやります。一般の方がやるとこうなるっていうの。はい、では行きまーす。本番5秒目、にゃん、3と見せかけてスタートうざおっ、うん、もう15秒以上残して一皿目を回ってます。はい、どうぞ。はい、5秒目でスピーカー。お、これはまさかの6さうちのワイさん代表なんですけどね、うちの。ナイスワイ。よいしょー。もう結構飛んだ。あー、逃げてて、おっと、音が言ってたら。さ、2、1、終了。さ、僕個人的に気になったシーンがあったんですけど、まずちょっとゴリさんの方がちょっとお伺いしたいんですけど、はい、途中でちょっとワイさんにちょっと俺の分も食えみたいな感じになったからですか。なるほどなるほど。あれどういう心境だったんですか、あの時は。食べてくれっていう。あ、もう本当は無理だっていう。やられた Y さんはどういう気持ちだったんですか。あんま考えてないですけど、ちょっと落とし穴に落とそうかな、そろそろすいません、そろそろ落とし穴に落とさるんじゃないかなと思って。助けてほしかったです。一言ずつちょっと感想とメッセージをお願いします。感想とメッセージ。はい、侍の一員として僕先行きます。いいよいいよ。大変お見苦しいところを見せてしまい大変失礼いたしました。すいませんでした。いや、よくない。よくない。この企画はきつい。これ多分麺と肉じゃ全然話違いますよ。え、ちょっと、なになになんでなんでなんで麺と肉では違うって、これ麺じゃなくて肉じゃんってことは、ワイさんは麺ならいけるってことなのかな。どうなのワイさん。ラナディレクターのザクだよ。顎きついっすもん、顎。へぇ、顎きついってことは麺だときつくないから、これよりもっといけるよってことでいいのかな。やるよやるよ。じゃあもしこのワイさんとゴリちゃん、もうちょっと見たいよっていうお声がございましたら、ないよ。次回こういう企画があった時にね、やっていただければなと思いますので、二人ちょっと僕の無茶ぶりに付き合っていただいてありがとうございました。ありがとうございました。良い子の皆さんは真似しないでくださいはい、OK でーす。どうもでした。よく300個も食べましたね。すごい、ほんとすごい。お腹パンパンっすね。